かちょっとファンタジーな質問来てますね。これ言ってみましょうか。ファンタジーもいけるんですか。ファンタジーも広社員ゆきざきさんは。広社員ゆきざきはね、ファンタジー専門でやってます結構。だからファンタジーの方が得意ですね。お願いします。はい、行ってみましょう。私、こんばんは、トミさんですね。こんばんは、私は大クワガタです。昔は私たちも楽しく飛び回れていたのですが、はい、あなたたちに家族や仲間をは捕まっていき、今では震えて樹液をすする日々、飛び回る楽しさをすっかり忘れてしまった私ですが、はい、あの日抱いた空への熱き思いを復活させたいです。アドバイスをお願いいたします。ファンタジーですね。ファンタジー、うん、クワガタさんからあの悩みが届いたっていうことなんですけど、はい、確かにオオクワガタはやっぱ人間がその黒いダイヤモンドなんてか言って、うん、まあ、子供たちに人気ですし、はい、まあ取られてちょっとオオクワガタさんには狭い思いをさせてしまってるっていうのはまず先に申し訳ないなと、人間代表として謝らさせていただきたいと思います。すいませんでした、はい、ちゃんと申し訳ないです。大桑方さんにちゃんと謝るんですね、池崎さんは。そうですね。でやっぱり大桑方さんは本当堂々と樹液を吸いたいのに、ここで吸ってたら人間にまた捕まっちゃう、私も捕まっちゃうかもと思って、はい、こそこそ樹液を怯えながら吸わないといけないっていうことですもんね。はい、そうですね。これは非常に申し訳ないですね、はい、でもやっぱり昔のように飛び回ったりバンバン樹液を自由に吸いたい、はい、その思いを蘇らせたい、はい、その気持ち非常に分かります、はい、じゃあどうやったら復活できるのかっていうことですよね、はい、まずもう取りに来た人間がいたら、はい、人間も大川にビビってるんで、まずビビらず堂々と吸いましょう。ここで吸っときましょう。まず吸ってたとして、あ、はい、吸ってたとしてここで、はい、あ、美味しい。そしたら人が来ました、来ましたね、人が来ました、まあ、僕が人でもいいですわ、はい、でこう来ましたね。そしたらビビったら負けですから、はい、こう取られそうになったらもうパッて見て、はい、V 字で耳行きましょう。耳、まあ、はい、人間耳柔らかいんで、はい、この耳のこのくるぶしみたいにポコって出てるところあるじゃないですか、はい、このくるぶしみたいな耳の、はい、ここぐらいだったら大桑さんのこれで取れると思うんで、はい、それ一発取りましょう、はい、で取って、はい、血がボタボタって出るんで、はい、樹液のようにここ吸いましょう。ジュル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 ちょっと怖くなってきた。いや怖いですね、大桑さん。でもそうしたらこう人間もうわーってなって、はい、もう二度と寄ってこないんですよこの森には、はい、そしたらもう自由に飛び回れるし、はい、やっぱりその人間体でかくて、はい、やっぱこう、まあ、生存競争みたいなもんなんで、はい、これは来たら戦いましょう。僕のおすすめはこの耳のくるぶしみたいなところ、ここブチンってひっついてジュルジュル吸うっていうのがいいと思います。やばい、いいと思いますが通用しなくなってきました。さあ、いやこれファンタジーでしたね。どうやったらでも熱い気思いを、でもそれだと戦うっていうのがいいと思うんだよな。それかやっぱり一人で吸ってたら人間体でっかいから怖いか、怖いですよね。だから仲間集めましょう。まだ引っ張りますよ。いや、トミさんが納得してないかもしれないから。え、トミさんが納得してないかもしれない。トミさんも真面目に質問なんてしてねえやん。え、クワガタでしょ。困るあんたを見たかったから。見れてよかったよ、トミさんは。もう十分満足してるよ。カナブンを集めましょう、仲間として。カナブンを100匹。カナブン。いいってもう、大桑方の話は。カナブンは防御力高いんで、100匹ぐらい集めて、まずカナブンで敵の人間のパンチを防御、その隙に耳にボン。